レベルスロックアンココラボ興行、10月6日格闘技の聖地後楽園ホールで開催。メインイベントはベルトをかけたムエタイ決戦勃発。2階級制覇を目指す超攻撃型ムエタイスワレッと、梅の現地の弟弟子ムエタイ2冠王宮城俊介が激突。注目の栗秋翔吾は小笠原栄作と激闘を演じたミケール・フェルナンデスとの国際戦に出陣。そしてレベルス67キロ級王座決定戦、レベルス2階級制覇を狙いユーマが登場。争うは中堅王座との2冠を目指すカズ・ジャンジラ。1年をかけ行われたスーパーウェルター級リーグを勝ち抜き迎える王座決定戦。吉田英治と須崎義郎が雌雄をかけた一戦に臨む。他にも注目カード満載のレベルスノックアウトのコラボ興行、新たな王者誕生の瞬間をお見逃しなく。